こんにちは。気をくずぶとくしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはローマ帝国初代皇帝アウグストゥスのこの言葉、私はローマをレンガの町として引き継ぎ、大理石の都として残すのだ。アウグストゥスが即位するまでのローマは、とても自然災害や火災に弱い町でした。アウグストゥスはそんなローマの町を整備して、犯罪・災害対策を充実させます。このアウグストゥスの時代に、ローマによる平和が実現し、永遠の都ローマと呼ばれるようになりました。災害その他のことで町が乱れても、意思と構想があれば元通り以上のものを作ることができます。今日はアウグストゥスの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。